はい、どうぞ。皆さん、おはようございます。朝からお騒がせいたしております。新しい風の会、室あつみでございます。日曜、街頭演説、今日で6回目になりますが、今日は私が立山での活動を応援している立山のめぐみがつなぐ協議会、そのフェイス会場にお越しいただいております。佐野さんから立山への思いも語っていただきたいと思います。よろしくお願いします。はじめまして、おはようございます。立山のめぐみがつなぐ協議会という、小さな会ですが、立山市石崎を中心に今活動しております。先日、某日新聞社さんの方にも、一つ記事として掲載をいただきましたが、我々の活動の大きな目的として、立山の、普通にある恵みと普通に、今あることをですね、都市部の人たちに知ってもらい、立山と人と物とのですね、交流を、行いながら地域の活性化をできたらいいなと思いまして、数年前から活動しております。初めの頃はやはり、新しい、活動に対してご理解いただけない面たくさんございました。少しずつですが、種をまき、自分たちで今できること、できるものをですね、使いながら少しずつ活動してきまして、やっと今小さな目でも、見えるようになってきたかなというところでございます。やはり自分の育ててもらった、地域立山にですね、今後少しでも恩返しになればという思いと、自分の孫、子供たちがですね、明るく楽しい生活ができる立山、そういう未来が、訪れることを願いまして、今、自分の足元を見てですね、やれることで活動しております。当然、私個人にできることなんていうものはほんの少ししかございません。ですので、今地域の皆さん、我々を支えてくださっている、協力してくださっている皆さんのおかげで、少しずつではありますが前に進んでいるのかなと思っております。皆さんも、見ている先は多分同じだと思います。自分が住んでいる立山、自分が住んでいる地域をですね、5年後10年後楽しくそこで生活している自分を思い描いた時に、何が今自分にできるかと、ゴールデンウィーク、ちょうど皆さん、お孫さんや息子さん、ご家族の方が皆さんお戻りになっているかと思います。そういう人たちが立山に、自分の仲間を含めてですが、戻ってこれない理由がですね、多々ありまして、一番いいのは同じ地域、同じ地区、同じ家にですね、お父さん、お母さん、子供さん、孫さんたちと一緒に暮らせる、そういう昔の生活スタイルがどうにか戻ってこれればいいのかなと思っております。自分も今は、両親と生活をしておりますが、やはり子育ての面に関しても、協力してもらえる面が多数ございます。大きな目標としては、やはり立山が活性化して、みんなでワイワイ楽しい、自分の地域、地区をですね、取り戻せる、もしくはさらに良くする、そういうことを目指して、やれることで頑張っております。これからまた皆さんとお目にかかることも少しはあるかもしれません。その時にはぜひ、お声掛けいただいて、また一つのきっかけになれればと思ってますので、よろしくお願いします。お騒がせしました。ありがとうございます。いつも私がこちらで訴えていること、ほとんど同じことを言ってらっしゃったなというふうに聞いておりました。
恵みがつなぐ協議会活動のベースは石崎が中心となっております。館山に来まして課題の先進地、それは中心部よりも端の方にある石崎とかそういうところに多いかなと思っておりますが、そうした課題先進地はビジネスの観点から見るとビジネスの種の宝庫でもあります。そしてこの館山でふさわしいのはソーシャルビジネスと私は考え、前の選挙の時にも訴えてまいりました。ソーシャルビジネスというのは社会の課題をビジネスの観点から解決していく、そして大きな利益ではないんですけれども、皆さんがお小遣い、おばあさんたちでもお小遣い程度のものを稼ぎながら楽しく暮らしていく、そうしながら課題を解決していくという手法です。西崎地区はもう高齢化率65歳以上の方が 50% になっております。こうした地域で小さなビジネスを始めて皆さんが助け合いながら活性化していく地域、元気だなっていう地域ができれば、それが館山市全体に波及し、また全国のモデルにもなれるような、そうした大きな夢を描いております。新しい風、皆さんから期待しているよとか応援しているよってたくさん声をかけていただくのはとても嬉しいんですけれども、風というのは一人で起こせるものではございません。多くの皆さんと一緒に、皆さんが動いてくださることで風になります。誠一さんみたいな活動、本当に自分たちのやれることからやっていこう、そういうことを一人一人皆さんと一緒に手掛けていきたいと考えております。そして私は館山市いろんなところを見てまいりましたけれども、原点、最初に住んで暮らしていました西崎、こちらは本当に海の恵みもあります。都会から来た方、少しでもいろんな体験ができる、工夫次第でいろんな体験もできるところです。そしておばあさんたちも皆さん自家用の野菜を作っていらっしゃいますけれども、たくさん取れすぎて困ってるねとか、もう食べる人がいないと作るところ作らない人も出てきたり、耕作放棄の問題も抱えておりますけれども、今回 JR バスさんが石崎篠崎線を走らせている関係から、石崎の活性化にご協力しましょうということで、石崎で採れた朝採れ野菜を東京の酒屋さんで出してみる、そういった実証実験を始めてくださいました。こうした動きで館山のことを都会の人にも知ってもらえる、それから都会の方に喜んでもらえるならもう少し作ってみようか、そういった声が上がってきて、お年寄りも元気になる、耕作放棄地の問題も解決する、少しずつですがそういう形で館山市を良くしていきたいというふうに考えております。今日もいい風が吹いております。皆さんのお力だと思います。これからもこうした活動一歩一歩進めて仲間作りをしていきたいと考えております。ぜひ皆様のお力をお貸しいただければと思います。ありがとうございました。私は5月から石崎にまた引っ越すことになりましたので、またそちらもよろしくお願いいたします。お買い物のところをお待たせしました。ご清聴ありがとうございました。